それでお礼っていうのはね、じゃーん、偵察騎士ここに随分と熱く、風はモンドのタッ、さあ操作は簡単だけど、あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が、ガイア先輩、旅人。待て、アンバー、見たこと。あ、そうだった。この人は、遠いってことしか。事の経緯は。なるほど、モンドへようこそ。俺にもわかるぜ。それから誰にでも言いたくないとにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られ、代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。
士団の本部みたいだな。入るか。ここから入ると騎士団。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに。かわいいわね。ただタイミングが甘い。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の順、魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪い。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決して。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで、逆にそれとリサの魔法で探査したと。ほう。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこ。私たちの目標は三つだけの理由については。わからないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、この災害がさらなる拡大をする前に。これからの冒険。
あそこだ。なんだ？そこにある。オーダーメイド。当然だ。販売、オーダー、お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。鉄を持ってくれば礼はいらない。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。なんだ？ああ、まあいい。鉱石を見つけた。もちろん。俺、鉄を打つには集中力が、腕が良ければ依頼が来る。用がなければ仕事に戻る。真面目な人だな。ちょっと短気なとこもあるけど、製造は彼に任せておけば大丈夫な気がするぞ。この神だから、はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を、私もショックなんだけど、え、この話は置いといて、ここの風、中へ入ってみよう。気をつけ。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。はっ。
きの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。安全、まあそれも人でも今風向きが変わったのなら策も考え。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話したし過去の歴史に興味があったら先に言っておくけど、図書館司書の知識が。
け。それを集め